はい、こんばんは、山城と申します。さあ、今日の動画はね、何かっていうと、まあ、4月以降ですね、2023年4月以降の動画の投稿予定についてね、ちょっとお話をしようと思います。まあ、ちょっとだけなんですけど、変わりますよという、計画のね、変更でございますというところでございます。まあ、前からね、ちょろちょろっと話している内容が動画で出てるかなと思うんですけど、まあ、簡単に言うと、4つ目の投稿する、タイミングとか、そのあたりのところが、ちょっと、まあ、見やすくっていうか、わかりやすく、するような感じの変更ですね。リストを作りましたというかね、こんな感じになります。ドンと。まあ、ちょっと英語でね、書いてあります。一応最近ちょっと国際向けのね、放送とかも始まってるんで、ちょっと、表記は英語にしてありますけど、まあ、簡単に、スラステールの、2023年4月以降のね、投稿計画ですよということで、毎日投稿、これはね、変わらずに続けます。アップロードエブリデイ、まあ、毎日上がりますよということで、そんな中で、どこで上がるのかなんですけど、まず朝の7時ですね。JST って書いてあるのは、ジャパンスタンダードタイムか、日本標準時ってことですね。まあ、ですか、別に日本語で聞いてて、日本で見てる方からしてみたら、別に、普通の、時間表記と思ってもらったら大丈夫です。朝の7時にショーツを投稿します。これ、国際向けで作ってる感じですね。なんとだチャレンジって言ってね、アクリアスチャレンジとおにぎりチャレンジが今公開になってるのかな。他にもね、ちょっと別のチャレンジもまた用意してあるんですけど、っていうような感じの、ああいった感じの動画を、ね、メインにしたショーツ がこっちで流すようにします。AI 山田さんみたいな感じの日本語でやるやつは、また別のところに入ってくると、思ってもらったらいいんじゃないかなと思います、ということですね。で、これが朝の7時に入って、これはちょっと変更点というか、多分この動画が上がる頃には、3月中のうちに、動画の中で7時投稿のやつも出てくる予定です。で、まあ、もしかしたらこれはちょっと変わってくるかもしれませんけどね、また。まあ、とりあえず今、とりあえず7時で固定しようかなというところですね。で、あとは、メインでね、投稿している動画、今8時にアップロードしますよ。これは変わりません。基本的に、国内向けに作っているこのメインでね、撮っている動画っていうのは、上がります。まあ、これ、上がるんですけど、ちょっと変わるのが、金曜日のところですね。今まで、この8時のところで、このスターセールブランドでやってるやつ、まあ、サブチャンとかも含めてですけどね。で、やってるやつが、ここの、毎日上がって、で、9時から、は、追加でね、さらに、アドオンする形でね、このフライデー、金曜日に、の9時から、4つ目ですね。これ、4つ目ってなってます。これ、4つ目の英語表記の方のやつなんで、4つ目です。4つ目の方が上がりましたよっていう感じで、金曜日はですから実質、3本は確定みたいな感じになってたんですけど、これが8時にカシャッとはまります。ですから、金曜日にそのスターセルブランドのやつが上がらないよっていうような基本予定になりますと。いう形ですね。まあ、これはね、単純にちょっと投稿本数を増やすっていうのと、あれですけど、まあ、量を増やしていくって言ってたんで、ちょっと矛盾するんじゃないかって言われそうなんですけど、まあ、単純に、スケジュール管理をしやすくするっていうところで、シンプル化するっていうところですね。っていうのは、金曜日に、一番問題なのが、このスターステールのブランドでやってるやつ、金曜日にアップロードした動画が、めちゃくちゃ伸びないんですよ。っていうのは、アップロードした後、1時間後に、そのさらに新しい最新の動画が更新されちゃうもんで、最新のやつがおすすめで乗りやすくなるみたいなのがあるのかな？の兼ね合いだと思うんですけど、金曜日の、8時に上げた動画が、やたらといくらなんでも、再生数がだいたい低いんで、これは、あれだなと、ちょっと、さすがに、対策した方がいいのかな、ということで、今回こういうふうにさせてもらいました。まあ、その分多分、11時にね、上げるやつがちょっと増えるのかもしれない。わからないです。まあ、増やしたいなとは思ってます。で、夜の11時から、上げるのがアップローダーズニーリートってなってますけど、これはいわゆる、まあ、随時更新っていうやつですね。ちなみに随時更新って、いつでも上げますっていう感じで、じゃあ、毎日上がるのかって、多分頭に勘違いしてる方がいらっしゃるみたいなんですけど、随時っていう言葉の場合は、まあ、臨時で上がると思ってもらったらいいぐらいですね。まあ、随時の方のが頻度が高いみたいな感じの、
隣人の方が、かなり滅多にないよっていう感じに対して、随時っていうのは、まあ、うん、その、そんな滅多に来ないっていうわけではないけど、毎日その不定期ではあるよっていう、不定期更新ですよっていうような感じの意味合いで使われるんですよね。うん、本来の随時ってね。うん、ですので、今回は、そういうような感じです。ということで、まあまあ、プロラルユニットで英語で言うときは、間違いなく定義しっかりするんで、英語の方が分かりやすいって、そうなったよね。ってことで、一応そういう風になります。ですので、この、午後8時で、のところがちょっと変わるよっていうところで、もともと11時のところでそうやってやってたんで、そんなに変わりがない。ですから、朝の、ショーツが朝の7時に行くよっていうのは、これはまあ、3月12、途中の動画から朝の7時になんか、ショーツの動画が届くなってなると思いますけど、まあ単純に時差の兼ね合いですね。狙ってる、ところとか見てると、そのあたりにしといた方がなんかいいのかなっていうところがあって、まあ、完全にそのあたりを考慮したところです。あとはまあ、メインの動画と、時間をちょうど12時間近くで開けたいなっていうのとかもあって、まあ、ただ今のところアクセスがこれも、まだ日本の方のが多いんで、このショーツに関しても。じゃあ一応まあ8時のね、皆さんが仕事に行く前のところに上げとくっていうのは一つ手かなと思ったんで、7時っていう時間帯に設定させてもらっておりますと。まあ7時であれば基本的には多分起きてると思いますしね、っていうようなところとかに狙ってます。で、8時からっていうところとかがこんな感じですって。で、11時からっていう感じになりますってことですね。まあなるべくちょっとおめでね、1日2本はですから確定と。ですから地味に増えるのは増えますよ。やっぱし、1日2本確定ですからね。っていうような感じなんですけど、で、行こうと思います。で、一応金曜日に4つ目っていうふうに出てあります。これが、もしかしたら、最近だったらあそこですね。恵方巻きのところとか、恵方巻きのところとか、ああいうような感じで、どんとね、4つ目で取らないといけないなっていう時は、他の曜日のところも、スタッセルブランドので予定してあるところも、潰すような形で、やるような方向で行こうと思います。今のところは、それするとメイン動画の方が、もう今半年以上ね、納品待ち、納品待ちじゃないね、出荷待ち状態になってるんでね、まだ9月の動画、今3月ですけど、まだ去年の9月に撮った動画をね、頑張って編集してる状態ですので、さすがにね、ちょっと、あまり、これをね、間に挟んでね、さらに延期するとね、さすがにちょっとね、いつの動画をね、おめえ出してくるんやっていう風になってしまいますんでね、そのあたりとかはね、うん、もうちょっと考慮してっていうのはあります。けど、まあ、基本的には、こんな感じで1日3本あげますよって形にしたいなと思います。でないとね、さすがに1日100本ね、あげた時とかありましたけど、2月14日に。さすがにアルゴリズムの問題なのか、投稿したデータとかもなんか、バグって出てきちゃうような感じになっちゃってるんで、さすがにね、あれは上げすぎだよなっていうところがあったりしますんでね。まあ、そのあたりとかもちょっと考慮してね、やっていきたいなと思っておりますというところでございますね。まあ、今回はね、これだけの報告動画でございます。まあ、4月以降は、これで確定になるというところで、ちょっとすいません、3月かね、4つ目のね、収録が全然できてない兼ね合いで、ちょっと、3月のいつだったっけ ?3日の放送分でしたっけ ?3 日が金曜日だったよね。うん。ちょっとすいません。3月3日のね、放送で21時の講習がちょっとできなかった。まあちょっと法事とかいろいろとちょっと急遽入りまして。っていうのもあって、ちょっと収録ができんまんまちょっと来ちゃったんで、っていうところがあったりします。まあで、今もまだちょっと4つ目の分がその、開ける予定のやつが全然作れてないんで、ちょっとね、そのあたりはね、それで、頑張って作ってね、最初はね、4つ目また随時に戻そうかなと思ったんですけど、まあ、週1はね、何かしら投稿するっていう形で、まあ、お店紹介とかを、ちょっともっと、するような感じのね、コンセプトで最初やってたんですけど、まあ、ちょっとそのあたりはね、ちょっと、変えていくような形でね、情報、地域の情報発信みたいな形でね、ちょっとそのあたりを4つ目をもうちょっとまたしていきたいなと思ってますので、どうぞね、今後とも、サステルチャンネルね、の方で、ご愛顧のほどよろしくお願いいたしますと。ということでね、まあ、この動画ね、これぐらいで締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。